だいぶできてきましたね。ほう、シェフは頑張って料理しております。触れてない、ブラックバスのかっこいいですね。あ、T シャツまであります。おお、かっこいい。スタッフ T シャツです。あ、スタッフ T シャツ。奥様です、シェフの奥様。いいですね。ここのなんか書いてますね、歓迎歓送迎会コース。3月4月は夜に歓送迎会コースを取りました。120分飲み放題、嬉しいですね。しかも幹事さんも 50% オフって。お、早割りと言いつつ1週間前で OK なんで。1週間前だと前までにご予約いただいたら幹事様1名が。あ、これが1週間前の特典ですね、はい、おー、シェフの美味しいデザートもついてくるらしいので、ぜひ早割りで。正面からですか、うん、で、後ろに食品とかあります。あ、シェフおはようございます。おはようございます。今日はめっちゃ楽しみにしてきました。あ、楽しみにしていただけると思いますね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。間に合いそうですか、オープン。いや、頑張ってますよ。まあ、もう22日って言いましたからね。はい、なんとか22日にオープンできるように、ね。今日は20日ですね。あと2日です。2日というか、まあ、あと1日ですね。そうですね。はい、あと1日で仕上げたいと思います。僕もじゃあ今日この動画頑張って今日仕上げたいと思います。よろしくお願いします。あとはちょっと意見をというか、アドバイスをいただきたいなと思うので、食べていただいて、ご判断をよろしくお願いします。承知いたしました。今日はですね、ディナー料理というか夜の、単品料理の方の、お料理の試食を単品がお出ししますのでしてもらって、ご意見の方を聞かせてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。おー、はい、座敷も出来上がってますね。こっちは紺色の壁紙、こっち真ん中は、お、また雰囲気が違う。ちゅうことはこちらも、こっちは、お、すごい、ワインレッドのこと。フランス食3食で、あ、フランス食ね。なるほど、なるほど、ここが一番広い。じゃあ、こちらの方では移していいのかな。新しい、あ、みんな結構勉強してます、あ、この前なんか箱だけだったところも、ね、飾りのお店の名残も残しつつでも全然変わりましたね。厳しい先輩が指導しております。あの、ここにこう、あの、あ、ちょっと入れとってください。犯罪者みたいな。これも、まあ、その、データ使ってたら、なんか分かるよ。出すかもね、ちょっと頑張って。取ります。ランチにもう一品。ほ、シェフの特製デザート。ほ、はい、ここに本日のパスタと本日のメインが書かれるわけですね。はい、これがポイントカードですか。ポイントカードで釣り人専用です。釣り人専用アングラーズポイントカード、アングラーズランチ、釣り人さん専用のランチもありますので。おお、噂の噂の。いやいや、これ料金はこれ全部足らなかったら別にこっちとか使ってもいいかな。はい、釣り人の皆さんお待ちしております。釣
ランチメニューですね。11時30分から14時30分。パスタセット、ランチセット、バスキチコース。結構ありますね。楽しみですね。ビールでいいんですか？いやいや、今から仕事なんで。ビールですね。ビール？いやどうしようかな。ここに来てるのまだ行かないですよね。そうですね。ありがとうございます。ぜひぜひ。嬉しそう。ちょっと新人研修に近藤さんご協力ください。すごい。失礼いたします。はい。すごい。いたします。いきなりデザートかと思いきや。ほう。はい、おいしそう。シェフ説明お願いします。おつまみ系のものをですね、はい、最初持ってきました。でとりあえずポテトサラダと、あとは。たくあんを使った秋田の方 のいぶりがっこっていうやつがあるんですけど、はい、それをいぶりがっこ風として、はい、バスケチスタイルでお出ししようかなと思って方法を準備しましたので、どうぞご賞味ください、はい、いただきます。じゃあこれをスプーンで食べる感じですかね。トッピング的にアイス的に食べてもらって、こっちも全然、はい、スプーンで召し上がっていただいて、まあ、つまみながら食べてもいいと思います。でアーモンドとチーズとあとたくあんですね、燻製したたくあんを入れた当てですね。うまい。緊張しますね、これも。グルメリポーターみたいな、ね。いけますね、これも。これやっぱり。はい。こうやって食べるんですか。そうですね、そうやって食べて。こうやって。はい。うん、そしたらもう持って食べられる。なるほど。片手にビール、片手に。なるほどですね。おいしいです。ありがとうございます。本当おいしい。はい。豚足のパン粉焼きです。はい、マスタード添えてますんでお好みで使ってください。はい、はい、いきます。おー、美味しそう。これは結構ビストロアッシュにあったような感じですね。マスタードつけていただきます。うん、うまっ。やばいです、これも。失礼します。サラダをお持ちしました。今日は厚切りベーコンのシーザーサラダですね。お、サラダも食べてしまおうかな。これは難しいね、サラダですね。ホルモンパスタ。ホルモンパスタだそうです。ホルモンとパスタ。この箸で食べていいんですかね。難しいな、これ。フォークでくるくるくるっと稼いでいいんですかね。まあ、いっか。いただきます。バリうま。やばい。ブータンブラン。何ですかそれ。珍しいソーセージ。
ソーセージ。ソーセージ。これもまたうまそうですね。いただきます。肉汁が。肉汁がやばい。うまい。うまいけどちょっと。拭く紙が欲しいブワーに崩れ出てすごいうまいです。新しいのが来ました。すみません、こちらは何ですか？これは、和風のカルボナーラですね。 あれだ、そうです、そうです、美味しい。そうです、うちの大人気、ね、めちゃくちゃ美味しいですよね。ありがとうございます。これ食べれるんだ。そうです。はい、すごい。はい、食べたことがある。これめっちゃうまい。これもね、これ美味しいですよ、うん、絶対やばいな、こりゃまた毎週通いますね、これね。内もも肉のステーキです。美味しそう、そうそう。肉のステーキ、ソースをかけます。全部かけます。これうまそう。本当にうまい。これ2000円ぐらいやろうか。ね、お値段気になりますね。これはこの肉はちょっとすごいね。うん、うまっ。食べて食べて、めっちゃうまい。子羊のパセリバターソース。はい、はい、子羊の、子羊のパセリバターソースって言われたの。ちなみに1600円だそうです、税抜きで。さっきのステーキは1000円。ね、安い。お値得ですよね、うん、これはこれはなんかどう食べればいいのか。これも焼き加減が、ね、うん、セロリをちょっとつけて、パセリですね、パセリか、うん、こんな感じですね、うん、いただきます。これはうまいですね。どんな味なんだろうか。臭みはない感じで。そうですね、うん、うまいです。シェフ、ごちそうさまでした、はい、いえ、こちらこそ、今日はご協力ありがとうございました。いいいいいい、ただ食べてるだけですけど。どうでした？いや、美味しかったです。あ、本当ですか、はい、あ、よかったです。ビストラーシュの味がやっぱりそのまま。本当ですか、うん、あ、よかったです。いやいや、これからも本当アドバイスとかですね、言っていただいてもっと良くしたいので、ご覧の皆さんもですね、来ていただいて、いろいろこうした方がいいんじゃない、明日の方がいいんじゃないっていう意見があれば、聞いて勉強していきたいと思いますので、ぜひ食べに来ていただいて、楽しんでいただいて、ご教示いただいてと、みんながですね、楽しくなっていければいいかなと思って、そんなお店をしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。こちらこそごちそうさまでした。
動画視聴ありがとうございました。はい、関連動画、最新動画はこちらをクリック、チャンネル登録はこちらをクリックしてください。スマホからでもクリックできます。いっぱい登録していただけると頑張りますので、よろしくお願いします。バイなら。